ヨーゼフ・ロイト・ゲープは、オーストリアのホルン奏者、モーツァルトの友人であり、かつ、音楽の霊感を与えた人物である。ノイレル・フェンフェルトに生まれるが、その幼少期については、あまりわかっていない。作曲家のカール・ディッタース・フォン・ディッタースドルフは、ロイト・ゲープが1750年代の初めの頃に、ウィーンで、ヒルトブルクハウゼン校のために演奏したと述べている。1760年代には、 ロイトゲープのキャリアが花開いた。ダニエル・ハーツによると彼は、ウィーンで、最も卓越した、ホルン独奏者で、あらゆるソロ奏者の中でも広く受け入れられていることに、かけては、指折りの存在だった。1761年11月21日から1763年1月28日までの、期間に、ブルク劇場において、レオポルト・ホフマン、ミハエル・ハイドン、 ティッタースドルフの競争曲を演奏したという記録が残されている。フランツ・ヨーゼフ・ハイドン・ハーツはこの頃、1762年に、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンがロイト・ゲープのために、ホルン競争曲第1番放剖剣 BD3D を作曲したのだと論じている。1763年7月3日に、ハイドンの妻がロイト・ゲープの娘マリア・アンナ・アポロニアの名をやになっていることから、 両名は友人同士だったと見られる。ミハイル・ローレンツは最近になってハイドンのホルン協総局の自筆譜にロイト・ゲープのサインが認められることを示した。1763年2月には当時ハイドンが率いていたエステルハージ家の楽団に一時入団している。ロイト・ゲープは高い年俸を得ていたがわずか1ヶ月で離職しており理由は明らかになっていない。 同年のうちにザルツブルクへ移ると同志を収めていた大司教の楽団に加入した。これによりレオポルト・モーツァルトやその後同年のうちにコンサートマスターのミハイル・ハイドンと同僚になった。また7歳だったレオポルトの息子、シンドウ・ボルフガングとも友好関係を築いた。家族を伴った大旅行中にレオポルトが友人たちに宛てたある手紙には ボルフガングが会いたいとレオポルトに漏らした人物が列挙されており、ロイドゲープもその中の一人である。ボルフガングは最終的に宮廷楽団に雇われることになり、よってロイドゲープの仕事仲間となる。レオポルトやボルフガングと同じく、ロイドゲープもたびたび休暇を願い出て、他の都市、パリ、ウィーン、フランクフルト、並びにイタリアの諸都市へ演奏旅行に出ていた。 1773年2月には、この3人で連れ立って、イタリアへ赴いている。ミラノでは、ボルフガングとレオポルトが、ザルツブルクの家にあてて、ロイトゲープの評判を書き送っており、彼の大きな成功を予言している。1777年に、ウィンに戻り、レオポルトに借金をして、アルトレルヒエンフェルトに、小さな家を購入した。1782年、 やはりウィーンに移っていったボルフガングはレオポルトに当てて、未だ未払いの借金について書いている。哀れなロイトゲープに少し辛抱してあげてください。もし彼の状況を知り、彼が何とかやっておかなくてはならない様を目にしたら、きっと不憫に思うでしょう。私は彼と少し話をしなければなりませんが、いずれにせよ、分割で払ってくれるものと確信しています。ウィーンでもホルン奏者として、 活動を続けたが、1792年に演奏から身を引いてしまう。レオポルトに当てられた書簡を根拠に、古い文献には、ロイト・ゲープがチーズ店を経営していたと主張するものがある。これは実際は、彼の義父が経営していたソーセージ店のことである。その人物は1763年に死去するまで、セルベラ職人として働き、イタリア風のソーセージを作っていた。 この創生時点は1764年に売却されている。ロイト・ゲープがチーズ店を経営したことはない。ロイト・ゲープはウィーンで生涯を閉じた。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト・ロイト・ゲープはモーツァルトお気に入りのホルン奏者だったと見られており、数多くの作品が彼のために書かれている。ホルン競争曲 K417、K495、K412、 386ビットもそうした作品であり、ニューグローブ世界音楽大辞典によれば、オロラク、ホルン五重奏曲計4 0 7 386、38 C も該当する。これらは1781年に移り住んでから、モーツァルトがウィーンに住んでいた時期の楽曲である。これらの競奏曲は、ホルン独奏のための主軸をなすレパートリーであり、今日でも広く演奏されている。 ハイン・リヒ・シュテル・ツェルによるバルブ付きホルンの発明は1814年、特許の取得は1818 18年であるため、上記作品はナチュラルホルンを想定して書かれている。したがって、半音階を演奏するために、ロイト・ゲープは高度な更新のコントロールを行い、並びにゲシュトップフと奥死する必要があった。モーツァルトがロイト・ゲープと冗談マージリの関係性であったことは興味深く、 一例は、ロイトゲープの、ホルンパートに残したバカにするようなコメントに見られる。k 百十七のあざけるような展示には、ボルフガングアまでモーツァルトがロバ、お牛、バカのロイトゲープをあれんで、ウィーンにて、千七百八十三年三月二十七日、と書かれている。ある箇所では、還元学パートをアレグロとする一方で独創パートを、アダージョと指定しているが、おそらくホルンの音が遅れて出て、 テンポが引きずられることをからかっていると見られる。その他の例としては、ホルン教僧曲第一番がある。K495 が複数の色のインクで書かれていることは、冗談とされることも多いが、モーツァルトの電気作家であるコンラートキュスターはそれらには、目的があって、特に解釈するものに何かしらの音楽的しさを与えるためであったと主張している。モーツァルト晩年の手紙からは、 ロイト・ゲープがからかいを意に返さず、二人が良好な友人関係を持っていたことが伺える。1791年6月6日に、モーツァルトが仕たためた手紙には、妻のコンスタンツェが留守にする間、メイドのレオノーレを解雇してしまったので家に一人ぼっちでいることになったでしょうが、それは愉快なものではなかったでしょうから彼がロイト・ゲープの下に、数白したと書かれている。同年には、 その後、オペラ、マテキの初演が大きな成功を収め、モーツァルトは何度も、友人や親戚を公演に連れて行った。ある手紙には、ロイト・ゲープが私に2回目に連れて行ってくれとせがむので、そうしてやりましたと記されている。パリでのロイト・ゲープの演奏に関する、ある紙面公表は、彼が優れた演奏家であると述べている。表者は、ロイト・ゲープが上等な才能を有し、 この上なく法順で興味深く、正確な歌唱と同じくらい完璧にアダージョを歌う、能力を有しているとしている。特記されたものを除き、本記事の情報は全て次の文献から取られている。その他の文献、ありがとうございます。